すごいですね。本当に工場の的なりなんですね。四日市とはまたちょっと様子が違いますよね。四日市は完全にコンビナートがあるエリアと、こういった商業施設があるエリアが完全に分かれてますけど、本当に表裏一体になってんだな、宇部は。宇部というか瀬戸内全体がなんかそんなような感じですよね。町と工場が近いよね。まあ、四日市はそうか、埋め立て地を作ってそこに作ったっていうのがあるから、それも大きいのかな。ここから入ったらいいのかな。よし。さあ今度は鍵付き越したいとか、今ね見た感じは何室か空いてるみたいだったんで、今回は大丈夫だと思うんだけどな。でも8時から組み出しますからね。よし、では結果はこの後すぐキャッチ入れとこか。キャッチ入れてさあどうなってるか、中で撮ってたら成功と、いうことですね。撮れました、よかった。ということでフラット席ですね、撮れたんでなんとか人権確保できましたね。いや、さすがに2日連続はねきつい。ここやったらね足が伸ばされるんだ。そう、昨日はね予定でフラット山鍵付きじゃないところだとね、こう足が伸ばして寝てはできなかったんで、だいぶね177センチありますからね。そう、ちょっとねこういう時にはね不便なことがあるんですよね。まあまあ硬いがありますからね。いやー、よかったー。さあ落ち着いたし、どうしような、さっきのところちょっと食べようと思ってるときは、これだけね、下手盛り方、まあ多分道中で写真を出してると思いますけどね、下手盛りでね、なんでね、海軍カレー買ってきたのと、まあ、相方分をね、さっておいて、本当ならね実画がこいつね、それともね、でこれがねなんかねおすすめの江田島ネーブルオレンジってことでね気になった。でこれはあの売店でしか売ってない、その1000倍らしいです。他のところでは売ってなくて、で結構すごく人気があるらしくて、あのこっちか、こっち、うん、すごく人気があるらしくてですね、これあの呉とか広島から本当にこれを買いにわざわざ船に乗ってやってくるっていう人もいたりするっていうぐらい、あのもうあのね好きな人はねもうたまらんっていう、江田島で取れたやつを使ってるのかな、江田島さんのネーブルオレンジの今日使い、香り高いマーマレードにしてみました。マーマレードすごいですね。ネーブルマーマレード、ここに書いてあるネーブルマーマレードになってますね。まあ、あとでちょっと写真ちゃんと機会になるとこれ撮って、今これ逆光なんでね、とりあえずちょっと落ち着いて、今日ゆっくりして、まあ6時までってなってますけど、その間8時間パックはね、4時で切れちゃいますんでね、8時半に入ったんで、4時半に切れるんですけど、まあでもね8時間で2000円切るんですよ。張り予定1800いくらってなってましたね。めちゃくちゃ安いから、まあ、そこからちょっとオーバーしても1時間オーバーしたところだって2300円とか400円で収まるよっていう計算なんですね。すっげー助かりますね。うん、なんでそんな感じでやっていきたいと思います。まあ、あとはシャワーも、ね、あるでしょ。あるんだよな、大丈夫、シャワー無料のところだった。どうしよう、先にシャワー浴びようかな。いや、あのお店に食べに行くっていうのも手ですからね。さ、あの途中にあったらラーメン屋さんちょっと気になるんでね、あそこ食べに行ってもいいですけどね、ちょっと準備して、行こうかな、うん、そんな感じで行きたいと思います。まあ、またそっちの方に行った時にはまた回しますわ、そんな感じでね行きたいと思います。はい、ゆっくり休みます。お店に行ったら行っただけちょろっとね、補足動画みたいな感じで